ですね、今日の11章の24節を今日開いていただきましたけども、ずっと今信仰指定でやってますけれども、今日はここから信仰ということを見ていきたいと思います。これエス様がおっしゃった言葉ですけども、実は22節から始まってるんですが、今日は24節もう一度読みますね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい、そうすればその通りになります。この言葉ですね。でこの言葉に入る前に、今年の言葉をね、今年はもう繰り返してやりますので、本当に告白してくださって、信仰もっと告白してください。で御言葉必ずその通りになっていきますのでね、一緒に読みたいと思います。1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ヨハネの手紙第1章4節。パックンの本が最初買ってて、途中からヨハネ君と追い越えてきまして、前の方だと思うんですけど、お二人の方に負けないように言ってないんですけど、もう一回できますよ。本当に信仰を持ってこいしてください。御言葉に力があるので、1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。神によって生まれたものというのはいつも言いますが、イエス・キリストの十字架と復活を信じた人は皆全員世に勝つ。だからね、必ず戦いがないとは言ってない。世に勝つことは戦いがあるということですからね。戦いや困難、試練はある。でもそれに必ず勝つということですね。だから繰り返してますが、世に勝つ、良かった年になると、ね、死の時間の最後は10月ですから、10月の末には良かった年がいっぱいあると思います、ね、そして私の信仰、具体的には私の信仰、これこそこの信仰を通して世に打ち勝った勝利が現れてくるということなんですね。で、思いますが、教会にしっかりつながることが信仰を用いること。だから今日皆さんも信仰を用いてるんですね。そして、感謝をすることが信仰を用いること。罪があるときには悔い改めることが信仰を用いること。そして、神様に今日とも関わりますけど、大胆に祈り求めることが信仰を用いることですね。そして神様から言葉をいただいて、それに従うこと、聞き従うことが信仰を用いること。約束の言葉を告白すること、ちょっと興味かかりますけれども、声に出して告白していくこと、これが信仰を持つことですね。でそういう信仰を通して世に勝つ勝利をね、見ていくということを今年言われたわけですが、この信仰ということに関して、ね、ずっと学んでおります。で今日はこの11章の24節から今言ったことと関わるんですけれども、見ていきたいと思っています。でこの24節は実は 22節からエス様の言葉なんですね。エス様はこれで神を信じなさいって言葉から始まっているんです。これはですね、神を信じなさいって言葉から始まったイエス様の言葉の中でこれを言われたんですね。でまず最初に神を信じなさい、まあそこにって言葉が書かれてますけどね、神を信じなさい。で当たり前じゃないかと思うでしょうけど、私たちはともすれば神様ではなくて自分自身を信じていたり、まあ、信じるというと強すぎるなら、自分自身により頼んでいたり、頼りになる人をより頼んでいたり、例えば親であったり、おじいちゃんおばあちゃんであったり、逆に子供であったり年を取った場合にはお孫さんであったりするかもしれませんし、伴侶であったり先生であったり、なんか信頼すごくできる人であったり、場合によってはお金であったり、あるいは自分の能力であったり、そういうふうに何かにより頼むことがある。でもここは神を信じなさいって書いてある。つまり神様をよりどころとしなさい、神様を信じなさい、神が与えた祝福を信じなさいじゃなくて、神ご自身を信じなさい。もちろん神様の祝福を与えるんですよ。それは私たちを、ね、希望を与えますし、祝福は素晴らしい恵みです。でも私たちの信仰の度合いは当たり前ですけど、神ご自身なんです。そしてその神が語ってくださった言葉なんですね。でどうぞね、分かりきったことなんですけれどもね、もしずれてる人がいたらね、この日曜日にまた戻しましょう。考えてみればなんかすごくこんなに落ち込んでいたのは自分により頼んでたからだなとかね、なんか知らない間に神様じゃなくて人により頼んでなってこと、ね、あったね。もう一度神様により頼むことにね、戻してください。でその神を信じなさいっていう言葉の流れの中で、今日は24節ですけれどもね、言われたんですね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい、そうすればその通りになります。でこの言葉を語られるときはいつもこの捨て抜けたと信じなさいってことがある。この受けたという信仰ということを語られるというわけですね。それは受けるじゃない。受けるってこれから受ける。じゃなくて受けた。もうすでに受けた。まあ完了形と言ってもいいでしょうかね。もうすでに受けた。と信じなさい。ということでよく説教されます。でもちろん今日もそのことを語りますが、今日はそれを語る前にね、神様は実はこれ朝恵み示された、ね。で、何かというとですね、ここに書いてあるんですね。
祈って求めるものは何でもすでに受けたし、だから受けたと信じるんですけど、その受けたと信じる前に祈って求めるものはなんですね。だからすでに受けたと信じるってことをこの方にその前に祈って求めるものはなんです。だから祈って求めたら受けたと信じなさいんですね。なんかピッと来てないって言われるんですけど、そうだったら祈って求めるなら受けたと信じるってことです。だからまず祈って求めないといけないんですね。皆さん聞きましょうかね。先週1週間祈って求められましたか？これ求めてますってありますか？あるいはさっきこの礼拝の中で祈りの時間がありましたね。もちろん感謝も捧げるでしょう、ね、でも取り出しても自分のことでも誰かのことでも祈って求めましたか？もしそれがあったらそれを受けたと信じなさい。はって言った時にすぐに出てくる人は本気で求めてる人。はて、何だろうっけな、あ、そういえば、そうかってな、まあ、その手だったしてですね、いろんなことがあってそんな場合しませんけど、祈って求めるものなんですね。で本当に私たちが祈って求めるのが、次受けたとしてください。実はね、私の前で、これね、私、今日もう祈って求めるって話をしたから、今日はいいと思ったけど、ここを強く言ってあげたんですよ、すごく。皆さんもしかしたら祈って求めることが弱くなってるんじゃないでしょうか。神に願い求めることが、知らない間に人に求めていたり、あるいは自分で何とかしようと思って自分ではできないのであんまり求めないってわけじゃないんだけど、もしかしたらないかなと思ってたり、本当に神に願い求めているならですね、神様に求めるなら皆さん不可能はないんですよ。願い求めでしょうね。まあちょっと話がずれますけども、滝本明さんっていうグループがあるんですけど、そこのグループの中に田中正夫さんだったかな、なんとか方がですね、おらっしゃってですね、もうその方に召されたんですけど、天に。その方は、この皇室伝道に思いを持って、ね、ある時神様に祈ったら、本当になんかホテルのなんかどっかでこう、天皇陛下、皇后陛下、今の皇后陛下ですね、あの方がまだ皇太子の時にお会いになって、で本を渡したら感動して呼ばれたの、皇室に。それが皇室と親しくなって、皇室に何とか伝道に行かれたの、言ってました。アイスクリームを出してくださるんですって。そのアイスクリームはね、皆さんレディーボーデンなんてちゃちゃなこと言っちゃいけない。うちだったらレディーボーデンを食べれたらもうありがとうございますってレディーボーデンのいただきをもらったらです、ね、やったーって言ってですね、コピーってなんですけど、天道圏ってレディーボーデンなんてな、一番下言ってくださいね。これ一口こう食べるとね、舌がとろけて誰かが外けるんじゃないかってアイスクリームだそうですそういうふうに言ってられました。私は食べたいかわからないけど、でもなんかわかるような気がします。何が言いたかったら、そうですね。で、相手がそういう立場だったら、そういうなりのものを求めるでしょ。で、皆さん、天と地を作られた、命までかけて愛しがされた地なる神様、イエス様、聖霊様が私の神様で、この方に祈って求めてます？変な遠慮してませんかね、日本人の独特で。もちろん、悔い改めはしますよ。ふさわしくないですよ。ね、当然でしょ、ちょうだいなんて言ったらダメですね、交番ですね、全く説明ありません。しかし、あなたは恵みの神って求めてます？自分じゃなくて、あの人も本当に堅くなでふさわしくないかもしれません。しかし、あなたは恵みの神って求めてます？不可能を求めてます？受けるに値しないことを大胆に求めてます？それを求めてるなら信仰つかなきゃいけなくなるんですよ。受けたとしなさいって、だって無理なんだから。でも別に信仰つかなくても、与えられそうなものを求めたりしたら、別に信仰つかなくても、なんとかしたったりするわけですね。極端なことを言うと。あれですよ、今日祈って求めるものは受けたとしなさい。受けたとしなさいってことは、ここの中心なんですけど、その前に祈って求めてなければ、受けたとしなさいというのはピンとこないんです。で、皆さん、祈って求めていただきたいんですね。その時に主が出るんですね。長崎でですね、今度3月17、15にね、パッションオブ長崎っていうのがあるんですね。すいません、広告してしまいますけれども、これは長崎ブリックホール開館10周年記念事業ってですね、長崎市もバックしてるところなんですけれども、あるんです。でこれは音楽劇でミュージカルですね。で、これは市民がやるんですけれども、そのオーディションがあった時ですね、うちの三女の喜びはですね、ピアノを習ってる先生が、ピアノから習ってる先生が言ったんです。B ちゃんはこれを